前にブレイク現象が起きてた時はアフターコロニー時代のモビルスーツがいたけど、他に違いはあるの？作戦開始の状況が少し違うかな。まかないさんをエドモントンの本会議場に連れて行くのは同じなんだけど、それを阻止しようとするギャレルホルンの守備隊に奇襲をかけるとこからだね。敵の目を引きつけるために団員たちが奇襲をかけるのが史実なんだよ。私たちは前回と同じく鉄火団として、三日月くんのガンダムバルバタスと秋広くんのガンダムブシオンリベイクと一緒に出撃するからね。え、急に秋広くんって出てきたけど誰？鉄火団団員の秋広アルトランドくん。筋肉ムキムキのマッチョガイだよ。同じ団員なんだからうまく合わせてよ、犬姉さん。プログラマーにそんな対人能力を要求しないでよ。カエさん、先に出ます。ガンタンク、発進よし。ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン、出るぜ。残さずかけるよ、俺の全部。これで最後だからな。ギャラルホルン側は浮き足立ってる。奇襲は成功。あとは団長さんたちがうまくやってくれれば。オルグなら大丈夫だよ、絶対にやり遂げる。こっから先は行かせねえ。私たちは三日月君と町へ向かいます。筋肉体で敵を抑え込んで。当然だろう。三日月こそ遅れるなよ。ああ、ここで全部終わらせる。トゥルーミッションが成立してるのに足りないデータがあるな。でもシミュレーションには細かい際は出るものなんでしょ。ガンダムがいないとなると話は別だよ。ガンダムキマリストルーパー、絶対に必要になるピースなんだけど。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。団長、気をつけて。何が起こるかわからないみたいです。百も承知だ。鉄火団の未来のためにお前らの命をかけてくれ。突っ込め突っ込め。団長が出れねえぞ。お前たちの思いは絶対に無駄にしねえ。あれ、ミッションデータの異常。団長さん、気をつけて。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。オルガ、何が起きたの。小隊長、三日月くん、先を急ぎましょう。出すもんか。てりゃバカな。ザ、どいてくれる。邪魔する奴は全部敵だ。落ちた。まだか。バルバリス、肝心な時に。こんなとこにまでモビルスーツを。何をしている。とっとと押し返せ。この橋ってブレイクミッションの時にアフターコロニー時代のモビルスーツが現れたわよね。静止では
モビルワーカーしかいないはずなんだよ。どうしてこれだけのモビルスーツが。いいよ、何でも全部潰せばいいだけだ。ヒマリスのデータが足りないことがブルーミッションに影響しているの。オルガ、アトラ、クンデリアもすぐに行く。ぜい、アデル、まだなのか。ザ、いただき、ぜい、撃ちます。小隊長、まだまだ敵の数が多いから囲まれないように注意して。逆にチェインブレーカーをぶっ放して弾き返しちゃおう。何それ、一匹一匹プチプチ潰してくよ。どちらにするか、やり方は任せるわ。小隊長、まだまだ敵機がいるね。片付けないと。出てこなければよかったのに。する奴は潰せばいい。そうでしょ、オルガ。そうだよな。お前が俺たちをこんなところで終わらせてくれるはずがねえ。なあ、ミカ。行くぞ、バルバダス。クランク、いいよ、手にかけた。罪深き子供め。誰そいつ。貴様、この動き、普通じゃない。ちょっとじっとしてろ。なんてことだ。君たちの罪は止まらない。加速する。俺たちは議事堂へ向かう。そっちは任せたぞ。ああ、任されたあ。罪深き子供、クラクニよ、お前たちと戦うつもりなどなかった。お前たちを救うつもりでいたというの。その慈悲深き思いが当て伝わらない。あのおっさんは自分で死にたがってたよ。やはり貴様は出来損ない。清廉なる正しき人道を理解しようとしない野蛮な獣なのに、あろうことかその救いに手をかけ冷たい墓標の下に引きずり込んだ。強い機動力が。おい、バルバドス、いいからよこせ。お前の全部。まだだ、バルバドス。死んでやがれ。何、まだだ、もっともっともっとよこせ、バルバドス。ガンダム・バルバドスが。ちょっとさくら、三日月くんは大丈夫なの？大丈夫だよ。これが彼が選んでいく道だから。え？一息に飛び込む。さくら、回線つなげるか。団長さん、レーザー通信用ドローンの配備完了。鉄火団のみんなに連絡できるよ。お前ら、聞こえるか？まかないとクーデリアは議事堂へ送り届けた。俺たちの仕事は成功したんだ。だから、こっから先は死ぬな。もう死ぬんじゃねえぞ。こっから先に死んだ奴らは団長命令違反で俺がもっぺん殺す。だからいいか、何としてでも張ってでも、それこそ死んでも生きやがれ。うん、分かった、オルガ。まだなのか。この反応についてこられるか。
丸あがきこれで終わりな。かわせるか。正す。いけ。惜しいな。当てる。絶対に倒す。やめるな。ネズミの丸あがきもこれで終わりだ。アムロだってできるんだ。僕だって。まだ動く。こいつでどうだ。好きだけ。こちら。絶対。この化け物が。お前にだけは言われたくないよ。クランクにボードウィントコムさんさ。私は私の正し。そのガイリオボードウィントコムさんさとキマリスは結局現れなかった。オルガが止まらない限り俺も止まらない。これまでもこれからも。やったの？これでトゥルーミッション完了よね。キマリスのことは気になるけどエラーは出てない。ブレイクアウトするよ。うまくやれたな。ありがとう。ふっ、そこ。バルバトスのパワーアップ、あんなブースト機能があるなんて。ガンダムフレーム、恐るべき性能ね。そんな単純なものじゃないよ。あれは人間が簡単に使っていいものじゃない。え、どういうこと？何かあるの？ううん、なんでもない。さて、いよいよ最後だよ、イノ姉さん。アフターコロニーの時代、サンクキングダム防衛戦ね。オデッサに帰るための最後の修正。いや、このディレクトリのだよ。この、他にもあるわけ？そんな気はしてたけど、考えないようにしてたのに。ユノ、ごまかしよくない。ユナ、落ち着いて聞いて、ユナ姉さん。 G ユニバースは階層構造になってるんだよね。ここは一番浅い層なわけ。管理システムのある階層に行かないと、ユナ姉さんたちを送り返すのは無理なんだよ。もう、じゃあさっさとその階層に。残念、ブレイク現象の影響で今は階層、ディレクトリ間の移動ができないんだよね。先に言いなさいよ。他に隠してることはないでしょうね。ないない、私は AI だからね。人間みたいに嘘ついたりはできないし。まったく調子いいんだから。ハロ、早いところあれやって。ハロも嘘つかない。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。
一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。こちらマグアナク隊3番隊、カトル様は戻られているの？カトル様だってまだ戻られていない。この時点でサンドロックがいない。ガンダムエピオンは？エピオン？何のことだ。それじゃルクレティアノイン特異は？通信が繋がらない。ここは我々だけでも。サクラどうなってるの？本来ここにいるべき人たちが軒並みいないんだよ。じゃあエドモントンの時と同じく小隊長と私たちが？そういうこと。まずは補わないと。小隊長さん、マグアナク隊の意地を見せてやって。ガンダムサンドロック、トーラス、エピン、こっちは圧倒的に戦力が足りないけど、敵も主力の無人機モビルドーレがいないみたい。敵側も足りないの？なのに見覚えのあるザクとかがいるんだけど。一年戦争のジオン軍が違和感なく紛れ込んでるね。逆にチャンスかも。もしナンバラル大尉のグフがここにブレイクインしてれば。そうか、ラル大尉も送り返すことができればミッションは相互に修正できる。小隊長さん、ザクを倒してグフを探そう。そこ当てる。テレア撃ちます。行け行け。あれってバルバトスと入れ替わったランバラル隊のグフにしては数が多くない？グフ自体は量産機だからおかしくはないけど、残念ながらラル隊はいないみたい。あれもない、あの人もいない。そんなの。あ、またグフの増援。マグアナク隊警戒してください。あれにもラル隊は乗ってないけど手はあるかも。小隊長さん、グフは残らず撃破して、そこからデータ追跡をかけてみる。パイロットじゃなく首都防衛隊がこれほどとは。撤退だ、一時撤退せよ。小隊長さん、追わなくていいよ。こっちの目的は果たせたから。さくら、さっきのグフ軍団からデータ追跡はできた？もちろん。これでランバラル隊が。ユノ、ブレイクアラート、ブレイクアラート。ハロー、どうしたの急に？アラートって、何これ。介入プログラムを検知。なるほど、
あれが新たに選ばれた者たち。ガンダム・ラトレイヤー、ハーメス・マーキュリー、出る。さて、見せてもらおう。その力がこの G ユニバースに足るものかを。データベースにないよ、あんなの。それにあの顔は、ガンダム。小隊長、気をつけて。小隊長、パイロットはプログラマーではないのかね。君は何者なの？そのモビルスーツは？私のデータは与えられていないか。 SACRA/1351420。 今の私はセクラスラッシュ。ユノ姉さんに縮められたんだよ。コード名変更だと。そのユノというレディーがプログラマーか。どうしてそれを。あなたは誰？私はハーメス・マーキュリー。以後お見知りおきを。そして小隊長君、君にはこのラトレイヤーのテストに付き合ってもらおう。今回はパイロットとプログラマーをそれぞれ分けたということか。こいつ、パイロットの腕は申し分ない。落ちろよ。なるほど、アップデート前のラトレイヤーでは厳しい。今回はそれぞれ分けた。何のこと？データベースを確認したけど、あのガンダムもパイロットも確認できない。もしくは君では閲覧できないということだ。来てやるな。だってガーン、そこだ。逃がさん。やるな。うわぁ、このこの力は。さすがだな、小隊長君。やはり機体のアップデートが必要か。そしてまた会おう、リトルレディ。待ちなさい。何者なの？ガンダム・ラトレイヤー、やっぱりデータにないんだよね。あのキザ男、何をどこまで知ってるのかしら。ユノ姉さん、それを考えてる暇はなさそうだよ。あいつの無理な介入でこのミッションのデータが壊れ始めてる。はあ、ほんとどこまでも迷惑な。さくら、ブレイクアウト急いで。作戦終了っと。帰還するぜ。この先でホワイトベースが着底しちゃって、なのにアムロ総長さんが行方不明のままなんだよ。カイさん、先に出ます。ガンタンク、発進よし。ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン、出るぜ。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長、帰投します。アムロ総長は？奴のことはいい、船の直縁に回れ。了解。
任されてください。今のブライトノア注意、私たちホワイトベース隊なの。ザッキャッチ、できそう。俺だって今度はジオン軍の通信用防獣。俺が飛び出す、その間にタンクをやれ。はい、ラール隊員。隊長やりました、タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか、木馬だ。木馬を討ち取らねば、我々の戦いの意味はない。ラール隊員って、ランバラール隊員、どうやって防獣したの。それに気になると思うけど、今はとにかくホワイトベースで。小隊長さん、どんどん進んで。ラル隊員はオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。セリア、ラスだよ。ついっ、落ちる。うわー、強襲揚陸艦ホワイトベース。迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユーノ、遅いぞ。何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です、支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後、このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。え、私たちそのオデッサにいたのよ。落ちる。くそー、そこだ。まだなのか。出会え、逃がすのだ。出会え。木馬を落とす、抜かれないよ、お前たち。ザクとは違うんだよ。ザクは、別のモビルスーツに変わった。ここは何でもいいか。邪魔する奴は全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです、艦長。ガンダムバルバトス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの。ランバラル隊員がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。小隊長、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。あの木馬みたいな船を潰して、それからどうした、バルバトス。オルガ、俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル隊員のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたラル隊員やザクはどうだったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。俺にだってこれくらいはな。不思議だな、戦いやすい気がする。
私たちの位置は団長さんから通信つなぐよ。カエさん先に出ます。ガンタンク発進よし。ハヤトの野郎一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。聞こえるかミカ、今から最後の攻撃に出る。うん、わかった。かなり危険な賭けになる。どうしたってそれなりの被害は避けられねえ。あいつらにそいつを押し付けなきゃならねえんだ。俺はもうオルガにかけてるよ。最初のあの日から。俺だけじゃないよ、みんなだってそうだ。みんなオルガにかけてる。だからオルガもかけてみなよ、俺たちに。鉄火団のみんなに。鉄火団のみんなにか。すまねえ小隊長ユノ、お前たちも敵を引きつけてくれ。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。了解です団長。敵を減らしつつ支援に向かいます。俺も邪魔する奴らを潰してそっちに行く。オルガの道は俺が作るよ。ありがとなミカ、頼んだぜみんな。よし、ここは鉄火団として頑張ろうね小隊長。ちょっとまずいね、ブレイク現象の影響でミッションがおかしい。ブレイク現象確認。これって EO のオズ仕様、アフターコロニー時代のモビルスーツ。聞いたことない名称ばっかり。ということはまさか別の歴史から。そう、宇宙世紀ともまた違う時代。町に攻め込まれたら鉄火団の計画。ここで全部終わらせる。ガンダム・バルバトス、間違いない、ホワイトベースを襲ってきた。うん、ユノ何。そうか、今は同じ団員なんだ。援護をよろしくね三日月くん。ああ、こいつらをオルガのところへは行かせない。残らず全部潰す。三日月くん、ガンダムキマリスは。何それ知らないけど。やっぱりブレイク現象で手術がずれてる。させるか。とりあえず君とは違う道を選んだつもりだったのだが、今はこのエピオンを使わせてもらう。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。あれがガンダムキマリスってやつ。違うよ、あれはガンダムエピオン、アフターコロニーの歴史から来たガンダム。ここはニューポートシティではない。えい、こんな時に。しかも乗ってるのはヒーローユイ君じゃない。ライトニングカウント6番目の男、ゼクス・マーキス2級特佐だ。あのモビルスーツは未来予測で最多。ガンダムを一目見た者は生きて戦場から戻れない。そんなジンクスなど。別に見たって死なない。ただ鉄火団のオルガの邪魔になるなら消えろよ。トレーズが作ったこのエピオン、君が勝利する未来は見えないがな。未来？ごちゃごちゃとうるさいな。操縦者に未来を見せるシステムエピオン、そしてモビルスーツ。そうか、エピオン。
ここは我々の居場所ではないというのだな。何だったんだあいつ。そうだ、オルガは、アトラ、三日月君、さくら、ブレイク修正ってこれでいいの？残念ながらまだだよ。この修正ちょっと重たくなるかも。あの赤いガンダムのことね。アフターコロニーはどうとか。まさにそれだよ。小隊長さんもお疲れ様。とにかく一回イリオンステーブルに戻ろう。作戦終了っと。帰還するぜ。でやっ、ふここが首都ニューポートシティ。こんなところが戦場に。カイさん先に出ます。ガンタンク発進よし。ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。こちらマグアナク隊3番隊、カトル様は戻られているの？カトル様だってまだ戻られていない。この時点でサンドロックがいない。ガンダムエピオンは？エピオン？何のことだ。それじゃルクレティアノイン特異は？通信がつながらない。
ここは我々だけでも。さくら、どうなってるの？本来ここにいるべき人たちが軒並みいないんだよ。じゃあエドモントンの時と同じく小隊長と私たちが。そういうこと、まずは補わないと。小隊長さん、マグアナク隊の意地を見せてやって。ダー、ガンダムサンドロック、トーラス、エピオ、こっちは圧倒的に戦力が足りないけど、敵も主力の無人機、モビルドーレがいないみたい。敵側も足りないの？なのに見覚えのあるザクとかがいるんだけど。一年戦争のジオン軍が違和感なく紛れ込んでるね。逆にチャンスかも。もしランバラル大尉のブフがここにブレイクインしてれば。そうか、ラル大尉も送り返すことができればミッションが相互に修正できる。小隊長さん、ザクを倒してブフを探そう。まだなのか。つい出すもん。うわでやろ、落ちる。ザクはこっちだ。うわ、あれってバルバトスと入れ替わったランバラル隊のグフにしては数が多くない？グフ自体は量産機だからおかしくはないけど、残念ながらラル隊はいないみたい。あれもない、あの人もいない、そんなのばっかりね。あ、それだよ犬姉さん、このブレイクミッションの違和感、人も物も、そしてガンダムも、この歴史を動かすファクターが。ぜ、またグフの増援。マグアナク隊、警戒してください。あれにもラル隊は乗ってないけど、手はあるかも。小隊長さん、グフは残らず撃破して、そこからデータ追跡をかけてみる。首都防衛隊がこれほどとは。撤退だ、一時撤退せよ。小隊長さん、追わなくていいよ、こっちの目的は果たせたから。さくら、さっきのグフ軍団からデータ追跡はできた？もちろん。これでランバラル隊員が。ユゴ、ブレイクアラート、ブレイクアラート。ハロー、どうしたの急に？アラートって何これ？介入プログラムを検知。なるほど、あれが新たに選ばれた者たち。ガンダムラトレイヤー、ハーメス・マーキュリー、出る。さて、見せてもらおう、その力がこの G ユニバースに足るものかを。データベースにないよ、あんなの。それにあの顔は。ガンダム小隊長、気をつけて。小隊長、パイロットはプログラマーではないのかね。君は何者なの？そのモビルスーツは？私のデータは与えられていないか。 SACRA/1351420。 今の私はサクラスラッシュ、ユノ姉さんに縮められたんだよ。コード名変更だと。そのユノというレディーがプログラマーか。どうしてそれを？あなたは誰？私はハーメス・マーキュリー。今回はパイロットとプログラマーをそれぞれ分けたということか。パイロットの腕は申し分ない。なるほど、アップデート前のラトレイヤーでは厳しい。今回はそれぞれ分けた。何のこと？データベースを確認したけど、あのガンダムもパイロットも確認できない。もしくは君では閲覧できないということだ。かわされた！飛ばしすぎたか。なんとしてでも嘘をだ。これはどうだ。落ちろ。一気に行くぜ。行くぞ。まだ動く。させるか。かわせるか。切る。行くぞ。さすがだな、小隊長君。やはり機体のアップデートが必要か。そしてまた会おう、リトルレディ。
待ちなさい、何者なの？ガンダムラトレイヤ、やっぱりデータにないんだよね。あのキザ男、何をどこまで知ってるのかしら。ユノ姉さん、それを考えてる暇はなさそうだよ。あいつの無理な介入でこのミッションのデータが壊れ始めてる。はぁ、ほんとどこまでも迷惑な。サクラ、ブレイクアウト急いで。はぁ、うまくやれたな、ありがとう。